の暗黒騎士は本当にカラントで蘇ったのですか？暗黒界からの侵入が起こったのではなく。俺は現在の暗黒騎士団を率いる男を知っている。そいつの部下がこの機に侵入を試みるとは思えねえ。やはり推測通り過去に命を落とした騎士が蘇ったんだろう。おそらくそうだと思います。しかし暗黒騎士が人海をさまよっているなど当面安心はできませんね。その場に残った暗黒騎士と移動した暗黒騎士がいるってのも不思議だな。ええ、彼らは二手に分かれた可能性もあります。目的を探るのは急務になりそうですね。しかしどうやって探すんです？カラントと違ってひとところにとどまっていてはくれません。飛竜を使うべきかもしれませんね。ああ、それも考えないとならないが、ひとまず消えた暗黒騎士は西郷騎士と東天皇の内分からどうにか人員を確保して探す。それじゃあ俺たちは別に頼みたいことがある。かつて暗黒騎士が命を落とした場所を回ってくれねえか。命を落とした場所ですか？ああ、カラントで暗黒騎士が蘇る場所は、要はあいつらが死んだ場所だ。僕たちが暗黒騎士を見つけた場所も彼らが過去に命を落とした場所なんですか？数十年前に侵入してきた暗黒騎士を迎え撃つため、あの場所に西郷騎士を送った覚えがある。西郷騎士によって暗黒騎士が撃たれた場所が他にもあるってことだな。ああ、俺が覚えている場所を全てお前らに伝える。数十年お前のことを覚えてる、すごくね。では、うん、その場所に行って先にカラントを切れば。ええ、暗黒騎士が蘇るのを防ぐことができます。カラントを切って復活自体を防げば、奴らの目的がわからなくとも行動を阻むことができる。なるほど、確かに有効かもしれませんね。暗黒騎士が命を落とした場所はそう多くない。お前たちだけでなんとか回れるだろう。念のためカーディナル殿にもこのことを伝えておく。俺の耳に入っていないだけで他にも暗黒騎士を迎え撃った場所があるかもしれねえからな。ああ、頼む。それではキリト、急いでその場所を目指しましょう。え、なんて書いてあるの？バースデーって書いてあったね。おー、物にか。あのシエリアの町。わかったよ。強いやつがおるってマークやねんけどな。古代種っていうのが、さっきの白色のマークのなんか強いやつで、あれ、あ、なんか、え、なんていうの、金色の方がさ、なんか、重要度高そうなイメージあるやん。金色と銀色やったら。だけど、なんか、全く別物のクエストなんやなっていうことを、改めて思いました。ある。無理だ！あ。おい、ふざけんな。蝶々の許可取ってこい。とりあえずあれやろ。あれやろう。目の前にあったまだやろ。ふざけんな。あ、ちょっと待って。いけへん。マジか、クソやわ。おい、頼むって。おい、無理だ。無理だしゃ。ねえよ。二人に言ってしまった。気にしてるわ。なんだって。え、しかも、うわ、クソすぎる。それはクソすぎる、マジで。ここから行けへんから。めんどーい。クソすぎるなって。帰りたい。すいません。出てる。あ、おー、あるじゃん。あるじゃん。まあ、あれはすごいけど、
うん、多分そうなんだな。面倒くさすぎる。お前誰やと思っとんねん。うん、少なくとも、な、少なくとも正誤記事がこっちにおんねん。切り捨てろ、そんなやつだ。ただでさえもゲーム内の距離でも1キロ以上は。なんだあの行列、うん、人がめちゃくちゃ並んでるけど。クリームパンと看板に書いてある。クリームパン、通りで香ばしくて甘いいい匂いがすると思ったよ。だなあ、みんなダメですくそ、考えを読まれたか。うん、けどちょっとぐらいいいだろ。今はあのような行列に並んでいる暇などありません。そうだぞキリト、アリス様を困らせるな。はい。いいですか。なんだい。ん、話を聞かせてくれ。頼んだぞ。金の、わかりました。ん、かぐや姫的な。あ、復活してるわ。うん、多分下やもん、近いだろう。ささやきのタッチクリーンって書いてある。金の竹か。いや、そんなことない。キャプテン、あれか、なんかロックしちゃってんのかな。マップになんか表示しちゃってんねん。なんか刺した。そう、なんかどっか刺してんねん。何がでしょ。何が弱いねん。実際にこれでもう一回刺しちゃえばいいんだ。刺しちゃえばいい。マップ上ではこの辺。あ、これか。山菜。これか。普通の竹。香りきの。あ、これか。どうされた。あ、ちょっと待って、エルトリアごめん、エルトリアごめん、ごめん、うざいな。なっちの竹、これ明らかにキノコだな。まあこの辺探せばあれや。まあそうだな。あ、あった。よし。てか金の竹ってない。確かに。というか普通の竹っていうアイテムあんねや。今ふと思ったけど。多分これ限定じゃね。食べる。あ、じゃあ次何かって言ったらブッカ。切ろう。切ろう。切り捨てよう。クリームパンくれたら許してあげる。ん？ああ、うん、よし、東
東の。サバリとこ。こっちやから、まあ、ここやな。下や。いや、これ下か。だから、こっから上がるんだ。一番いいかもね。じゃあこれは関係ないか。もうこれでいいの。うん。それで。ジェネレートエアリアルエレメントディスチャージ。このアンソだけさ、まだレベル1なんだよな。はい。レベル。他のさゲームと違ってさ、うん、近寄っても全然このこいつは寄ってこへん。その一応発見されるまでっていうのもあるけど、うん、発見されるまでが長いというかさ、うん、目の前歩いてても発見されたっていう設定にならへんからさ、うん、こうやってスルーしてて結構、うん、よしやったやった。月の実とかで、おお、小知らん、え、交渉石、黄色金貨、いいね。お、またや。ん？ああ。じゃあこれアンソかな。トウソや。おお。使ってみよう。ジェネレーター、ジェネレーター、ジェネレートクライオセミックエレメント。プレイシャーバイパー。おお。いいでしょ。氷の鶴で周囲を凍らせる。空中の敵にも当たりやすく威力も絶大。強かったもんな、まずレベル1の時点でさ、うん、なんかやけに攻撃力高かったもんだな。めっちゃ洞窟やな。落ちたらだるいな。いいね。見て、木が生えてる。おお。あ、なんか。なんかフラグありそうじゃないこれ。だな。あ、わっ。うわぁ。当たるの、めちゃくちゃそう。いや。あった？その上に、その上に。皆さんは気をつけてくださいねっていう。ありがとうございます。あ、もうバトルスキル通過を。よし。よし。すまんの。キルスさん、すまんの。絶対足を骨折してる。そんなんで済むかよ。何腕組んでんだよ。キリト君。ああ、復活を止めることはできなかったか。だが、ここで倒す。
しようかな。レベルはまあまあ高いけど防御力が低いな。まだ HP が低いのかな。そうか、俺が覚えたから、俺が魔法を覚えたから、うん、あいつらも使えない。他のキャラも魔法使えない。あ、そうなんや。でな、気の取れないなんて今まで一回も使ってなかったから急に使うような。ここにもいくつか穴が開いているね。カラントによって蘇った暗黒騎士が地上へ這い出た後だな。なんかセミみたい。確かに。ここにある穴の数も戦った暗黒騎士の数に比べると少し多いね。まあ、東の大門に集まって復活後に門を開けば一応開くやんっていうのはあるかもしれない。離れた暗黒騎士の捜索は、ただ門ってあれな、確か開くようなもんじゃなかったよな、確か。アニメやったらなんか崩れ落ちる。勝ったね、勝利。勝ったな。二次決勝やって。次はどこだ。あれ、あ、この次か。っていうことはこっちかな。どうやと思うこれ、マップ。あー、っ、そっちじゃね。こっちじゃね。こっち、こっちだから。かこっち側だから、うん、こっちっぽいな。それってさ、こっち一回さ、チラッと見てみてもいいんじゃない、近場。あー、確かに、そうやな。はっ、そうなんか、そうなんか。あれ、ここ上か、頂上か、下の方なのか。じゃあ飛び降りよう。応援装備なんかありそうだね。わずかのリジェネだけつけてないから。二次決勝、いいね。片手剣。お、霊峰の剣。どうだ。両手剣の説もあるけどね。ああ、両手剣っぽいわ。するけど、ちょっと待って。なんか結構分かりにくいとこにあるな。山の下かもしれない。あ、倒してみようかな。大丈夫、戻ってから。ジェネレトルミナセレメ。じゃあこれ使おう。よし。HP を回復する人数。多分51ぐらいやったら探せるのに。いいね。しかもこっちそんな強くないわ。属性攻撃って関係あるのか、斬撃属性とか打撃属性とか。あるんだな。あるやろ、だってこいつダウンとかしてないから、カバーとするんじゃない。
さ、なんかレジストとか出てくれたら分かりやすい。いいな。モノリスどん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 やっていかない。ユージオだろ。あなたってなんか毒食らってね。てエルドリアはなんでこんなダメージ受けてるの。いやなんかヘイト稼いでくれてるの。やるな褒めたろ。これが消えるまでいいよ。移動するから。